みんなの知ってる絵本が映画になりました。草食恐竜のお母さんに育てられた肉食恐竜のハート。お母さん、僕どうしてみんなと同じに食べられないんだろう。誰にでも苦手はあるよ。やがてハートは大きくなり、森の外へと出て行った。うめえ、うまそうだな。あ、お父さん、お父さん、名前呼んだんだからお父さんだよね。うまそうってとってもいい名前。でもどういう意味？最初は食べるつもりだったのに、二人はだんだん仲良くなって本当の親子のようになっていった。お父さんみたいになりたいか。母さんはどんな気持ちで俺を育てたんだろう。消え失せろ。二度とこの平原に足を踏み入れるな。なあ、うまそう。今日でお別れだ。自然の中で繰り返す不思議な出会い、優しいさよなら。よし、俺とかけっこをしよう。もしお前が俺に勝ったら、ずーっと一緒にいてやる。お父さんと絶対一緒にいる。行け、うまそう。行け。お前、うまそうだな。僕はうまそうだよ。